皆さん、ハッピーアラビー。はい、どうも、料理の兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はなんと私、コスプレをしております。酔っ払いのコスプレでございます。あ、酔っ払いのコスプレじゃない、酔っ払いながら料理をする料理研究家のコスプレをしております。はい、ということでですね、今回ですね、まあ今回はね、コロナ禍もありますから、まあ皆さんお家でハロウィン過ごされるのかなっていうふうに思うんですけども、お家ハロウィンをですね、楽しみたいと皆さん思ってるんじゃないですか。ハロウィンで何を食べたいかって言って、やっぱりね、これかぼちゃですね。これレプリカですけども、かぼちゃだよね。うん、今回はですね、かぼちゃレシピ。僕ね、かぼちゃ大嫌いなんですよ。最も嫌いな野菜ベスト5に入るぐらい。そんな僕でもめちゃめちゃ美味しく食べれるかぼちゃのカルボナーラっていうのがあるんですよ。皆さんぜひ伝授したということで、今回はかぼちゃのカルボナーラをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピということでですね、材料紹介いっていきたいと思います。まずかぼちゃですね、種抜いて切ってあります。だいたいね、 90g から 100g ぐらいのもんですね。皮付きでございます。はい、ニンニク1かけ、おろしニンニクのチューブでも、まあ、一応代用可能ですけども、生の方が美味しいです。で、あとベーコン、はい、元レシピだと生ハムなんですけど、生ハムでやっていただいても大丈夫です。ベーコンの場合はちょっとね、炒める工程が入りますので、ちょっと面倒になるんですけども、今回うちにベーコンが余ってたので、ベーコン、これ35g から40g、全卵、L サイズ卵が1個。パスタなんですけども、今回 1.7mm 使うんですけども、1.4mm ぐらいのものでも、いいです。今回ちょっと太めのもん、ちょっと食べ応えを重視してね。はい、じゃあ見ろ。ではですね、やっていきたいと思いますが、皆さん、すごいハロウィンですよね、ハロウィン。皆さん、ハロウィンといったら何を思い浮かべますか？いろいろありますね、かぼちゃだとか。なんだ、かぼちゃ。まあ、いろいろ思い浮かぶものあると思うんですけども。やっぱりね、仮装ですよね、ハロウィンといえばね、皆さんね。日本ではね、仮装というよりはコスプレ祭りになりますけども、まあ、それはそれで僕いいんじゃないかなと思うんです。僕もね、ちょっとね、仮装をしていきたいなっていうふうに思うんですよ。ね、仮装のやり方をちょっと皆さんにご説明したいと思います。はい、ではメイク道具ができましたので、これからですね、酔っ払いに仮装していきたいと思います。いただきます。違う自分になれる。何をやるんだっけ。あ、そう、まずね、かぼちゃです。これをですね、ラップに、これラップにくるんで、大体ね、これ2分かけます。チンしてる間にベーコン切っていきます。薄切りをこう、何センチかな、 1.5 センチぐらいかな、なんかこう、こんな感じで切っていって、このままでも食べれるんですけども、ちょっとね、炒めた方がいい。後でちょっと炒めましょう。これね、玉ねぎも切っとく。ニンニクニンニクも切っとく。はい、という間にかぼちゃがね、仕上がりましたね。かぼちゃだった。これ熱いんで気をつけてくださいね。はい、熱いね、これで、かぼちゃはね、緑の部分も使ってもいいんですけども、ちょっと今回はね、この黄色い部分、果肉の部分ですね、皮はね、また別で使います。あっち、この部分も、もう全部こそげていく。皮のスレスレまで。で、皮はですね、こう刻んでいきましょう。もうちょっとチンした方がいいかな。2分30秒チンしてください、皆さんね。皮ちょっとチンします。果肉はね、大丈夫だったんだけど、ね、だから、一食単に、いっぺんにやるんだったら2分30秒。ね。さっき2分って言ったんですけど、2分30秒やってください。果肉は大丈夫。で、皮ね、ちょっと硬いんで、もうちょいチンしましょう。はい、あ、それやってるうちに、こいつに、これですね、バターカルボナーラですから、ちょっとね、ミルキーさを加えたい。こいつ、このかぼちゃの熱があるんで、ちょっとね、柔らかくなります、これで。ペースト状にしちゃこれがね、美味しいかぼちゃのペーストになるんですね。オリーブオイルも入れていきます。小さじ2ぐらいです。はい、
こんな感じになりましたね。そしたらここにおろすニンニクです、これ多分 3g ぐらいのニンニクなんですけども、まあ、これ半かけ分ぐらい、あんまりニンニクが濃いとニンニクの香りがかぼちゃに勝ってしまうので、でここに卵です。はい、卵もね、卵黄だけじゃなくて今回全卵使います。崩しちゃってもう全部入れちゃう。コンソメもいい、小さじ1ね、卵とかぼちゃのペーストを作っていきます。次ベーコン、はい、じゃあベーコン炒めていきます。まあもうねベーコンはね入れちゃいましょう。ちょっとね、炒めてシュワッとなったベーコンっていうのがすごく美味しいので、あ、いいですね。僕はカリカリにするよりもちょっと焦げてるぐらいで止めた方が好きなので、これぐらい、これぐらいの炒めです。そしたらですよ、お湯を沸かします。今回はね、1人分なのでね、小鍋に 800cc ぐらい、ここにね、小さじ1のお塩、はい、入れます。で、これはですね、お使いの鍋によっていろいろね、こう水の容量とか変わってくるの、そんないちいちね、測ってらんないので、味を見てください。で、だいたいちょっと濃いめのお味噌汁ぐらいの塩分濃度 1% です、うん、お味噌汁ちょっと濃いかなぐらいな、スープとして美味しくいただけるぐらいの塩分濃度で大丈夫。パスタ、こうやって入れた方がいいって、この間コメントに書いてあったから、パッと。表示通りに茹でていただければ大丈夫です。じゃあ火止めて、で軽く水気を切ってこれに入れます。で入れたらすぐ混ぜる。でこれでいい感じにとろみがついてます。あのパスタの余熱でね、卵にね火が入るんで、そしてですねベーコン、これちょっと入れていきましょう。油ごと入れちゃっていいですか。はい、こんな感じです。そしたらですね、盛り付けに行きましょう。持っていきます。そしてトロッとかも余すとこなくですよ。これね、ゴムベラ式のスプーンなんですけども、ソース余すとこなくかけてあげてくださいね。このソースが美味しいんで、トッピングいきます。粉チーズですね、これお好みの量です。まあ僕は大さじ1ないぐらいですかね。そして黒胡椒、粗挽きのものをおすすめします。最後に緑が欲しいんで、ここでかぼちゃの皮、これレンチンしてね、非常にこうやればかぼちゃの皮も、美味しく、そして美しく召し上がることができます。はい、ということでこちらでかぼちゃのカルボナーラ完成です。はい、じゃあできましたので食べていきたいと思います。いただきます。何でしょうこれ、ワンウィンハイボール、ウイスキーでしょこれ。いただきます。じゃあ食べてみましょうか。これうまそうですね。絡みついたここですよ。なんだこれ、めちゃめちゃうまいんだけど、もう置いてほしくっていいですか。めちゃめちゃうまいんだけど、これあれちょっと、これめちゃめちゃうまい、すげえうまい。かぼちゃの砕いたソースがね、麺にがっつり絡まってるんですよね。おろしにんにくのソースでですね、非常にパンチのある味わいになってる。味変カウンテーション、タバスコ、タバスコって多分全知全能の神だよこれね。うまい、お酒に合いますこれ。味付けがすっごい濃いから、僕ね、至高のカルボナーラっていうのを前に出してるんですよ。あれカルボナーラの中で僕が一番うまいと思ったカルボナーラなんですけども、その次にこれ食うかもしれないですね。人によっては多分こっちの方が好きだと思う。かなりはっきりした味付けしてるから、まあ、とにかくねハロウィンに向いてますこれ。ハロウィンにこれ出したらもうねぶっ飛びますよ皆さん。ということで、これはめちゃめちゃうまくいきましたんで、かぼちゃ
達也、ベーコンとこのかぼちゃのねいいところを、ところを、はい、はーい、これはこれは本当に、うん、かぼちゃの旨味というか、うん、ほんと凝縮されてて、お最高の一品になってますね、うん、やっぱりさすがな、やっぱりそう思う、はい、達也もそう思うか、はい、はい、ちょっと調子悪いですねいつも調子悪いじゃんじゃあ達也くんは美味しいらしかったです、はい、ごちそうさまです、はい、ということでさっきの一連の部分はカットしますちゃんと使います、もう達也くんも言ってましたけども、かぼちゃの旨味がソースに絡まってすごくね美味しい、だからカルボナーラとはまた全然違う味です、本当に美味しいんで絶対作ってください、工程的にはそんなに難しくありません、なのでですねぜひハロウィンのパスタ料理がこれで決まり、ぜひ作ってみてください、はい、その間に仮装していきます、ハッピーハロウィーン、いや久々に仮装したな今日は、本当に本当に5年前ぐらいに、ね、ドラキュラの仮装してね、ありきたりすぎるって言われて二度と仮装しなくなりました、